いつもの。今回はね、高い、ちょっと贅沢なね、卵を使ったんで。まあ、うまいでしょ。いただきます。濃厚、多分濃厚、うん、かけすぎだよ。風ですかね。喉がちょっと痛いですね。ついに海苔ラスト1枚だ。うん。今日はね、セカンドインパクトが起きた日です。9月13日。なので休みます。スーペース早いな。あと5本しかない。タバコもちょっとこればっか吸ってたらもったいないから買ってこようかな。まあだから今日エヴァで軽く買って、うん、1箱ちょっと買ってきますか。行こう。先を急いで。見てな、絶対に駆け抜けるから。見てな、まあ、今のところ前回と合わせて2連続駆け抜け中なんで、まあ、このままいけば3回目、3連駆け抜けいけるっしょ。行っちゃうかもしれない。当たった音。はい、ごめんなさい。
今回は。いいね、いいね。走れるとしますね。
ブレイクチャンス、レディウェイっと、いや勝つよね。最近ちょっともう全体的な運が収束してきてる。うん、今までいろいろねレールガンでやられまくったやつも今日で多分ってことで、なんかすごい良さそうな黄色いリンゴ、うん、オーストラリア産のあれ、そして焼き鳥たち、頭が痛い、いや目が痛い。4時間ぐらいやってたか。4時間超えるとフラッシュがやばいな。とあるでもめちゃくちゃフラッシュするじゃん、あれが目に悪すぎる。ということでこちらもやしとチーズと100円で安かったから買っちゃいました。ということでポテトサラダ作っていきます。まず皮切ってベーコンね、あベーコンニンニクもほぼみじん切りで、ギリギリだね。ういそうだろ、確かにそうだ。クーラーと電子レンジと IH、 おい、これできるだろ。暗闇クッキン、あ、やべえ、水レンチンするとき水入れんじゃん。できた、食べます。始めていきます。ちょっと頭痛いですけども、始めていきます。笹塚フレンテにある、焼き鳥屋さん。で買った焼き鳥。ねえ、聞いたんですよ。ぼんじりが、最近ないと。ぼんじり、ないんすかつったら、あ、最近入ってきてないですねって言われた。まあ。いやー、ぼんじりだけでいいのに売るの。俺の好きなやつ、本当にどんどんなくなってくる。ということで、
ちらいただいたプラチナダブル行ってきます。まあこれに入れればね、あの海外ビール感出て変な謎のね突き抜ける苦味はなくなると思います。乾杯、勝利に乾杯。大丈夫、行きましょう。皮、塩皮がね2番目に好きです。うん、うまい。全然大丈夫だわ。やっぱ入れ物、見た目から人間入るとこあるんだよ。つくね、うん、悪くないだろ。続いて3番目に好きな桃ニンニク、これはマジうまいよな。うん、そして今回のメインディッシュです。こちらレンチンするとき水入れるの忘れてゴロゴロ系です。半端ない。うまっ。